さあ、やっていきましょう。今回はシンカールタイル使います。こんな格好だが、依頼はきっちりと。やっぱり恥ずかしい。武器ロー、性能見ていきましょう。スキル、ひっくり返した後の盤面の相手のコマ数かける200の特殊ダメージを与える。コンボスキルが3600のライフバスということで、これはね、スキルもコンボスキルもね、決して強力ではないです。しかしながら発動条件がこれといってないんですよね。 HP が半分以下とか、マゴマが1枚盤面にないといけないとかいうリンクスキルもないので、使い勝手はいいです。あと評価できるところもう一つあります。このアルタイルね、見た目が半端なく可愛いまあこれはあくまでも私の好みなんですけども、まあアルタイル可愛いという方はね、共感してくれる人いたらコメントくださいというねまあ茶番はさておき、今回はね、ヘイランリーダーでこのアルタイルをね、使っていきたいと思います。ヘイランリーダーで、ケットシーや、その他の、吸収スキルとかですね、ラドラといった吸収スキルで回復しつつ、デバフも与えつつ、手駒ロックしつつみたいな感じでね、ヘイラン耐久で毒耐久して、で最後に盤面が増えていったところで、相手のコマ数増えていったところでアルタイルで仕留めようという、そういうデッキでございますね。ではやっていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。あなたもヘイランっていうの、私もナナっていうのあれ、なんかいろいろと混ざったな。はい、手駒は悪くないですよ。 OK、 とりあえずここはね、イケメンスタート、花桜に君たちへ、花桜に君たちへ甘美な塩を与えてやろうじゃないか。よし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 、イケメンスタートはもう完全にイケメンですね、これね。もうこれでもうヘイランもメロメロ不可避ですね。サードクルとりあえずね、これね、私にはもうわかります。私のこの進行といたしましてはね、このアヌビス、そうですね、アヌビスを E3 に配置する気満々ですよ、これね。お待たせいたしましたですかね。私全然待ってないよ、全然待ってないよ、ラダちゃん、私全然待ってないよ、5分前に来たところだから全然待ってないんだよっていうね、デートの上トークがありますけれども、私はデートにいたことなんてね、もう本当にね、数えるほどしかないんで、そんな上トークを使う場面っていうのはね、今後一切現れないと思います。サヘイランで F4 に取ってくるかな。別れは済ませたかしら。いや、別れませんよ、全然そんな。そんなもう私、まだまだ分かりません。分かりませんじゃないな、分かりません。さ、ただこれコンボスキル上がってないな。いや、上がってないからといって、アヌビスで封印しないというわけではないですよ。まあ、あくまでもね、コンボスキル上がってないなっていう、ちょっとチラっていうね、そういうなんか、あれちょっと君、なんか髪型変えたみたいな、あれちょっと君、今回ちょっとテスト赤点だったみたいな、そういう、そう、ワンポイントアドバイスじゃないけど、こう、女子の、そのなんかこう、少しの変化に気づくところが大事なんですよ。あれ、いつからなんか恋愛トークになったんだ。いや、恋愛マスターじゃないですけどね、私ね。ということで、アヌビスでイサンに取っていきましょう。OKOKOK、 そんな力まないんでいいんだよっていう、これアヌビスのね、これアヌビスのきつい忠告、これ、そんなに力まなくていいんだよ。はいはい、赤点ですこれアヌビス実は教師だったんですね、これね。ヘイラン君、君ちょっと赤点だからね、追試ねみたいなもう赤点のシールを今ね、ヘイランに突きつけていきましたということで、風化打たれますけれども、まあ HP 差的にはね、まだまだ全然余裕がありますということで、風化いきましたね。ここラドラアドバンテですかね。ラドラで行きましょう。さあ、ラドライリュージョン、アラマ不思議1400が私のものに。先生、ヘイランちゃんの1400円が盗まれました。そしてラドラはとんでもないものを盗んでいきました。そう、あなたの心ですいつから恋愛マスターになったんだ。さあ、ここでルッキーが飛んでいきますけれども、あ、バッテリー先輩チーズ、ごめんなさい。あ、バッテリー先輩っていうのはね、この学校の番長なんですね、すみませんでした。はいバッテリーが、おー、早くバッテリー充電しろやっていう、そういう、これ急に来るからね、このバッテリー先輩がね、本当に注意勧告を受けてしまいましたが、あーと、これ風化出したかったけどもしょうがないね。風化出したかったな、ここで回復しておきたかったっていうのは少しながらあるんですけど、いやでも別にいいか、これ回復しないことによって、この先私アルタイルを D の位置に置きたいので、アルタイルを D の位置に置いたときに、そう、回復しておかないことによってライフバースの火力を上げることができる。それすなわちウィンウィンの関係ということです。はい、と思いきやね、ペンスケ君、ちょっと待ってよ、ペンスケ君はこれあれですよ、ちょっと女子の、そう、女子のこう、なんていうのかな女子が今からこうパフォーマンスをしようというのに、それをこうジロジロ見てくるからね、パフォーマンスが落ちてしまうんですよね。私のこの、見てください、このイーグルストライク、とんでもない火力を秘めているはずなのに、なんとペンスケ君のおかげで1512まで削られてしまった。まあそれでも強いか、それでも結構強いんですけどね。さあ、どう来る。相手が、私が相手の立場であったら A4 とかにアゲハ打ったりとか、おーっとっと、クロシア保健室の先生、ちょっと待って、これクロシア先生ですね、参りました。いや、参りましたってわけではないんですけど、ちょっとそれはなんと驚かせてくれるじゃねえか。いや、でもこれは一回ちょっと風化さんいきますね。まあ関係ない、アンデッドとか置かれない限り私の勝利は揺るがないんじゃないでしょうかね。いや、まさか深海クロシア飛んでくるとは思いませんですけれどもねなかなか度肝を抜かれましたよ。
まあ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 、構わないのさ。構わない構わない。おっと、そこは回復するだけですね。オッケーオッケーオッケー、回復できるぞ。これボーナスステージですね。はい、オッケー。これで 0.0 でデバフかけつつ回復しましょう。はい、もしこの回復がなかったとしてもね、これですよ。そう、王様の回復、ケットシーの回復がありますからね、全然問題ありません。さあどう来る。相手の置く場所はもうここまで来るとほとんどありませんからね。とりあえずこの定石覚えてない人はね、もう覚えておいた方がいい。これ学校のテストで出ますからね。はい、ヒアソフィア。なるほどね、ヒアソフィアですね。これ回復されたくないし A に取りましょう。角を借りてももうここまで来ると問題ありませんからね。A2 に王様で取りましょうか。 A2 に王様で取って次のターンにライフバーストで飛ばしていきましょう。王様の耳はロバの耳とあれあれ、猫の耳か。王様の耳はロバの耳、100円ください。さあどう来る、カード来るか。おっとおっと、仕留めようと思ったらそうやってアンドロメダおじさん、おじさんじゃなかった、おじさんではないけど、そういうの、そういうなんか邪魔が来るんですよね。全然だけどね。じゃあこれ手駒ロックしていきましょう。えい、私の言うこと聞いてもらうわよ。さあルキア姉さん、これ飛ばせないね、まだ。え、飛ばせない。287点残ってしまった。まあまあまあ、これでルキアを打つことによって相手の手駒のね、そう制限していく。風化とか来ても、風化の発動するにはと思うけど、ああまあ、そこに風化打たれたらあれだったかなって一瞬思ったけど、まあ、それでもね、風化打たれても多分いけてたんじゃないですかね。うん、まあ、でも相手もかなりの粘りを見せてきましたね。これはなかなか一歩取られましたね。こいつは 80% か。あ、まあ、これ2枚返ししましょう。うん、ほい。OK! 対戦ありがとうございました。ナイスバトル。ほい。いや、今回の実況はなんか学園ものになってしまいましたね。はい、対戦よろしくお願いします。アズマリアリーダー。マリアちゃん。24,892。マタンの可能性はありますけれども、多分 S4 とかじゃないですかね。S5 だとこの HP 意外とないんじゃないですかね。うん。S5 の場合だとね、24,000前半か23,000後半とかの可能性がありますからね。まあ、マタンであればの話なんですけどね。さあ、ということで、アズマリアリーダーで、ルキア。ああ、これ。そういうことしてくるんだね。うん。ちょっと。メディス出したかったんだけどな。まあ、出せないな。出せないじゃない。アルカード出したイケメンスタートしてたんですけど、残念ながら美少女スタートということで、バク転加算法。まあ、ちょっと罠回収駒としてメディスは取っておきたかったんですけど、最悪これ、アルタイルちゃんに罠回収のミッションをお願いするかもしれませんね。あ、罠回収ミッション、これをアルタイルちゃんにお願いするかもしれません。これね、ごめんなさいね。なんか前もこんな風景見たことあるな。主人公である駒の、そう、今回主人公であるはずの駒があまり目立たないみたいなね。そういうのなんか、なんか最近見たことあるな。オーディンか。オーディンだったかな。いや、あれは、あ、オーディンの動画あれか。違う、ユルグが主人公だから別にいいんだ。うん、それはそれでいいんだ。さあ、どう来る。おっと、アルカードをそんなところに置いていく。あ、これあれですね、あれトゥーミエですね、おそらく。アズマイリーダーっていうのもありますし、あれ魔強化をなんかこう踏ませようっていう、そういう算段ですかね。うん、あれ私トゥーミエだと思います。どうしようかな、これちょっと一回こっち行きますか。はい、オッケー、トゥーミエ読み成功。なるほどね、私には全てを見てほしいよ。ここにザフキールを置いておいて、多分アズマリアリーダーなんで貫通ゴマ、そう、竜ゴマ入っていないと思うんですよね。ここまで来る、まあおそらく、おっと、そっちに打ってくるか。いずれにせよ、これちょっと罠ゴマがバトルゾーンに、バトルゾーンというか盤面にあるっていうのはあまりよろしくはない状況な気がしますね。どうしましょうか。とりあえずこれアルタイルちゃんで回収なんてことはね、まださせたくないんですよね。ちょっと一回ちょっとこれはイベットさん、いってらっしゃい。発動はしない、カミューではないということで、さあここからいかにこのアズマリの猛攻を耐え切るかどうかが私の、そう、腕の見せ所。 E4 あたりにコモスキル強い駒置かれて魔強化置かれるみたいなことはおそらくなかったですね。 OK、 さあどうしましょうか。これアルカード打ってしまうと反射ダメージが相当痛いですね。これは、ね、いやいや、まだだな、まだだな。これちょっとここに一回ちょっとポリプス置きます。ここに置いて、次 A3 にこの、罠回収としてね、アルタイルを置きましょうよ。それでいいんじゃないですかね。うん、それで罠回収しつつ、コンボスキル3600だぞ、怖いぞみたいなところでね、相手をね、怖いぞみたいな感じで脅しをかけていきましょう。そうしましょう。さあどう来る。 E4 あー、なるほどね。これはなかなかいやらしい。しかもこれ回復するから必然とヘイランの
何コンボスキルも強くなっちゃうんだよね。まあ、これはしょうがないですね。受けざるを得ません。はい、取らざるを得ない。 F3 置いてもうまみはないからな。あー、これかも痛すぎる。ぐえー、まあ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 、まあ、ここからだから、ここからだから、いつもここから。ただこれ X 打ちないし、 X 打ちきついかな。 X 打ちきついのでは。アヌビス行かないときついので、これ X きついのでは。おっと、え、それちょっと攻めすぎじゃない。次パスだぜ。おっと、しかしながら罠回収、なかなか、なかなか、なかなかあなたやるじゃない。パスさせられるとはいえ、まあ、ちょっとこれをまくるのは、まくるのは難しいのでは。アヌビス行きましたね。いや、待てよ、これ相手のコマ数めちゃくちゃあるぞ。これちょっと一回アルタイル行きましょうか。これ相手のコマ数めっちゃある、めっちゃある。こういうところで、おー、強い強い、2400イガルグですよ。OK、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 そして毒も入れていく。OK、OK、OK。さあ、ここからですよ。ここね、引くコマが大事。ケットシーとか引きたいかな。あ、風花ちゃん。風花ちゃん。ふー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 、ふーかちゃん。オッケー、ふーかちゃんはかなりいいですね。こっち行きましょう。オッケー。さあ、これで、どう来る？あ、X 打つかな、これ。X 打たれるかな。いや、その場合だと、まあ、オーフェルで一旦お茶濁せば、なんとかなると思うんで、うん、思います。大丈夫でしょう。うん、F3 には置かないと思う。X 打ってきそうなんですよね。うん。え、X これ、撃たれた時、1390。なんか、え、なんかちょっと、おいおいおい、アルタイルより何火力出してくれちゃってんの、彼女。おっと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 、これ回復スキル。いやー、これデバフより回復の方が良さげですね、これね。うん。カウンターを返してる余裕はない。であれば C5 しかないですかね。こいつのコンボスキルは1390か。いや、1枚なら耐えるんじゃないか。いや、それか、あ、でも紙、そいつ返してもいいんじゃないか。神強化怖いけど、いや大丈夫でしょ。うん、これこっち行きましょう。はい、いや、まさかマタンでしょ、マタンなんでしょ、私にはわかるよ、マタンなんだろ。いや、でもこれでね、仮にエンデが来ても耐えます。6767ありますからね。仮にエンデが来ても耐える。うん、大丈夫です、大丈夫大丈夫。まあでも普通にこれ返したけど、うん、なんか意外と回復するから C5 で良かった感は否めないな。コンボスキルの発動的にもね、これ角置かれるんですよね。 OK、 よかった、手駒事故ってる。よし、手駒事故ってる。来い、お待たせしましたよ。オッケーオッケーオッケー。じゃあイリュージョンを見せてあげましょう。なんと、あなたの1400円が私の1400円と変わっていく。これがラドライリュージョン。まあ、ただのセット行為ですね。ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがでしょうか。今回進化アルタイル使いましたが、まあ、序盤はちょっと腐りますね。やっぱり相手のコマ数かける200の特殊ダメージっていうのがあるんで、中盤から終盤にかけてね、進化を発揮するタイプなので、まあ、序盤は少し腐るんですけど、まあ、あえて言うと腐らない使い方もあります。例えば相手がピリキナータとか、まあ、イベットとかね、その辺の特殊罠を配置してきた時に、このアルタイルで罠をね、回収するという荒技をね、することもできるんですよね。まあ、仕事人としてね、彼はね、まあ、その罠回収だけの仕事人ってどうなのかなとも思いますけど、まあ、それ言っちゃったらちょっとオルグドラゴンに失礼なんですけど、まあそういう感じでね、罠回収としても序盤に引いて使えますし、まあ、終盤にねかけて火力を出すこともできるので、意外と使い勝手がいいということで、ぜひ皆さんも使ってみてください。まあ、使う、そうですね、あの使えるデッキとしてはヘイランリーダーとか、まあ、あとはそうですね、ヨシノリーダーとかフルカスリーダーといったマデッキで、使うのがいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、アルタイル使ってみてください。可愛いだけじゃないのですということで、今回この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。